クラッシュ・オブ・ザ・コーズは、1996年5月に行われた、ラグビー・ユニオン・クラブ・バースとラグビー・リーグ・クラブ・ウィガンとの間の高度対抗二番特別勝負である。第一試合は、ラグビー・リーグ・ルールで、第二試合は、ラグビー・ユニオン・ルールで行われた。セント、ヘレンズと、セールとの二度目となる高度の衝突は2003年1月27日に開催され、前半が、ユニオン・ルール、 後半がリーグルールの下でプレーされた。三度目の衝突は共にサルフォードを本拠地とするサルフォードレッドデビルズとセールシャークスとの間で2014年8月26日に開催される予定だったが両クラブの試合スケジュールのため中止された。トゥイッケナムがラグビーユニオンルールの試合の場所として提案された。1895年 イングランド北部のほとんどのラグビークラブが選手への支払い問題をめぐって、ラグビーフットボールの運営団体ラグビーフットボールユニオンから脱退し、競合団体のノーザンラグビーフットボールユニオンを結成した。この大分裂によって、ラグビーフットボールユニオンによって統括される、ラグビーユニオンとラグビーフットボールリーグによって監督される、ラグビーリーグという2種類のラグビーフットボールを、 生み出されることになった。ラグビーユニオンはその後もアマチュア競技であり続けたのに、対してラグビーリーグではプロ選手が生まれ、プロリーグも発展していった。100年後の1995年8月、国際ラグビーフットボール評議会は、ラグビーユニオン選手への支払いの禁止を終え、プロ化を容認した。 1996年1月、当時イングランドラグビーユニオンの支配的なクラブであったバース RFC と同様にイングランドのラグビーリーグの支配的クラブであったウィガン RLFC が行動団的に番勝負を行うと発表された。メインロードがラグビーリーグの試合の開催場所として選ばれた。この高度対抗戦へのラグビーフットボールユニオンと ラグビーフットボールリーグ両団体からの講演は中途半端なものであった。試合の期日は1996年5月に予定された。これは国内ラグビーユニオンシーズンが終了する時期であったが、ラグビーリーグのシーズンの開幕数週間前であった。ユニオンルールの下での試合日として提案された期日は、ウィガンとシェフィールド・イーグルズとのスーパーリーグの試合とぶつかった一方で、ファは トゥイッケナムの使用についてバースから打診された時ピッチに種を巻き直す計画のため試合会場として利用不可能であると述べた両クラブともできる限り多くの観客を集めるため2試合は自身のホームスタジムとは別の会場で開催されるべきということに合意していたしかしながらカーディフ・アームズ・パークがユニオンの試合の開催を申し出たことが大やになるとファは ピッチの最多値巻きの延期と会場としてのツイッケナムの提供を決定した。マンチェスターシティのホームであり、当時主要なラグビーリーグの試合が定期的に開催されていたメインロードがラグビーリーグルールの下でプレーされる試合の開催場所として選ばれた。新たなプロ時代に入ってバースはイングランドにおける支配的なクラブであった。1987年にラグビーユニオンにおける リーグ構造が開始して以来、クラブはカーリッジリーグのタイトルを6度でにし、1972年に始まったアングロウェルシカップでは10度の優勝を誇った。また、クラブはイングランド代表チームに相当な数の選手を送り込んでおり、その中にはキャプテンのフィルデ・グランビルも含まれた。ラグビーリーグにおける新たなスーパーリーグ時代が始まっても、 ウィガンはラグビーリーグのトップであった。チームは直近の冬季 RFL チャンピオンシップで優勝し7連覇を果たしたばかりだった。チャレンジカップでは9連覇がかかっていたものの決勝で敗れた。バースと同様にナショナルチームに多数の選手を派遣していた。準備期間、ラグビーリーグルールの下での試合の5日前、バースはピルキントンカップ決勝で レスターに16の15で勝利し、前週のカーリッチリーグに続いて、リーグとカップの2冠を達成した。その結果として、バースは、メインロードでの試合のための準備の機会をほとんど持てず、サウスウェールズドラゴンズとリーグルールで肩ならしのゲームを1試合、行っただけだった。バースのピルキントンカップ決勝の翌日、ウィガンはホームで、スーパーリーグのパリサンジェルマン戦をプレイし、 76から8で勝利した。試合経過バースは、ジョン・カラードが、キックオフで必要とされる10メートルの距離を蹴ることに、失敗し、出だしでつまずいた。キックオフから90秒以内に、マーティン・オファイアがトライを決めたが、足がタッチに出たとして、無効となった。しかし、わずか3分で、オフィアはこの夜の6トライのうちの最初のトライを決めた。バースが、 この困難な試合を受け入れることに苦労している間に、さらにオファイア、ヘンリー・ポール、ジェイソン・ドビンソン、テリー・オコナ、アンディ・ジョンソン、クレイグ・マードック、スコット・クイネルがトライを決めた。バースは、ハーフタイム後にはより試合に入ることができるようになり、カラードがトライとコンバージョンを決めた。しかし、この得点により、ウィガンから圧力を受け続けることとなり、 ラグビーリーグ王者からさらに6トライを決められ、最終スコアは82から6で、ウィガンが勝利した。引用準備期間、ラグビーリーグルールの下での1試合目からトゥイッケナムで行われるユニオンルールの下での接続戦までは2週間半の間隔があった。その間に、ウィガンはハリファックス及びワーキントンタウンとアウェイゲームを2試合プレイした。これらに先立って、ウィガンは ミドルセックスセブンズに強力なチームを送り込み、トゥイッキナムでプレーした初のラグビーリーグクラブとなった。さらに、決勝でワスプスを破り優勝を果たした。バースは、第1試合の前に、国内シーズンが終了しており、2試合目に向けての準備に集中することができた。試合経過再び、バースのキックオフで試合は始まったが、今回は反則はなく、ジョン・カラードがキックしたボールを、 マーティン・ハーグが取ることで、バースのフォワードは、対戦相手が不慣れなラックとモールの機会を早く、打ることができた。バースの前進を止めることができたのは自信らによる、ノックオンの反則のみで、一試合目と同じくルールに、慣れたチームが早い時間帯にトライを決めた。ウィガンの選手は、早い段階で、ユニオンスクラムを組むことになったが、リーグでのスクラムは通常ボールを争わないため、 この違いになれなければならなかった。実際、ウィガンの選手は、ユニオンのスクラムに不慣れのため、何度もコラプシングの反則を取られ、ペナルティートライとして、最初のトライを献上することになった。バースは、ハーフタイム前にさらにアデダヨアデバイオとジョンスリータムが、トライを決め、25から0のリードで前半を終えた。第一試合と同様に、後半は、 マイクキャットとフィルデグランビルが得点を決めてリードを広げた。しかし、後半が進むにつれてバースの選手は疲れ始め、ウィガンは隙を突くことができるようになった。クレーグ・マードックがフィールドの長さを走るトライを2つ決め、バーイ合が追ガマラが3本目のトライを決めた。バースはイラン・サンダースが7本目のトライを決めた。第試合とは異なり、第試合の後半は、 ビジターとホームのスコアが同点であった。最終スコアは44から19でバースが勝利した。引用ジェイソン・ドビンソンはラグビーリーグからラグビーユニオンへの転向に成功し2003年ワールドカップで優勝した。一部では2つのコードの大いなる団結の始まりとしての役割を果たしたものの、ほとんどの人々はこのクロスコードチャレンジを第一には商業的な事柄とみなした。 チャレンジカップの賞金を逃した、ウィガンは収入を得る方法を探していたのに対して、バースは完全なプロ仕様への転換の過程にあった。それは、それとして、この2連戦においてバースは、ラグビーユニオンにおける、フィットネス、強さ、速さに及ぼす、影響のすべてを備えた、プロラグビーチームとしての姿を見せることはなかった。バースは、第一試合では明らかに手も足も出なかったものの、 一定の成果を得ることができた。フィル・デグ・ランビルは両チームのバックスで最多のタックルを記録し、デグ・ランビル、スティーブ・オジョも、ジョン・カラード、アデダヨ・アデバヨはリーグの専門家に好印象を与えた。同様に、第2試合においてバースが疲れてきた後半、ウィガンは自身のより優れたフィットネスとより優れたランニングゲームを活かすことができた。 ラグビーユニオンのプロフェッショナリズムへの転換とラグビーリーグでプレー経験のある選手のユニオンでのプレー禁止が終わったことで数多くの著名なラグビーリーグ選手がスーパーリーグのオフシーズンの間にカーリッチリーグのクラブと短期契約を結ぶことを選んだこのクロスコードシリーズに出場した多くのウィーガンの選手がこういった動きを取ったジェイソン・ロビンソンとヘンリー・ポールはバースと契約し マーティン・オフィア、場合が追ガマラ、ギャリー・コノリーもユニオン・クラブでプレーした。一部の選手は15人制に完全に転向した。追ガマラの入ッするファルコンズへの100万ポンドでの移籍は世界記録となり、ロビンソンはラグビーユニオン・イングランド代表の中心選手となり、ラグビーワールドカップ2003を制した。このクロスコードチャレンジは、バースとウィガンの両チームが それぞれの競技のトップとしての衰退期に行われた。ウィガンの最大のライバルであったセント・ヘレンズは1996年に初のスーパーリーグタイトルを手にした。ウィガンは1998年に初のグランドファイナル制覇を果たし、3年連続でグランドファイナル進出を果たしたが、2010年までリーグタイトルを手にすることができなかった。その一方で、 バースは1998年のハイネケンカップを制し、イングランドクラブとして初の欧州王者となったが、1996年のピルキントンカップ以降国内タイトルには恵まれず、イングランドラグビーユニオンの頂点をライバルのレスターに明け渡した。2連戦はラグビーユニオンとラグビーリーグとの間の関係の雪解けの始まりであった。トゥイッキナムで行われた試合とウィガンが参加した。 ミドルセックスセブンズが成功したことが、ファがリーグのチャレンジカップ決勝をトゥイッケナムで開催するという申し入れにつながった。RFL は最終的にこの申し入れを受け入れ、2001年と2006年の決勝はこのラグビーユニオンのホームで開催された。トゥイッケナムはラグビーリーグワールドカップ2000の開幕戦として行われたイングランド対オーストラリアの会場としても使われた。 またこの大会では、ラグビーユニオンクラブの拠点であるキングスホルムとストラディ・パークでも試合が行われた。ブラッドフォードブルズは、ウィガンに続いて2002年にミドルセックスセブンズに参加し、優勝を果たした。同様に、ラグビーユニオンもラグビーリーグの中心地である北部へと、時折進出してきた。1998年、イングランド代表は、 ラグビーワールドカップ1999の予選2試合をハダースフィールドにあるガルファームスタジアムでプレーした。このスタジアムでは決勝トーナメントの1試合も開催された。イングランド代表はオールドトラフフォードでも2度プレーした。しかしながら最も特筆すべき出来事は1998年にリーズ・ライノズ・ RLFC とリーズ・タイクスルーファックの 合併トリーズラグビーリミテッドの設立であった。これは世界初のデュアルコードラグビーパートナーシップと形容された。リーグとユニオンのそれぞれのコードでプレーする異なる2チームが存在するものの、それらは単一の理事会を有する共通の組織によって所有される。1996年の2連戦以降、ユニオンとリーグを団結させようという同様の尽力はわずかしかなかった。 2003年1月、セント・ヘレンズは、ノーズリー・ロードにおいて、セールと一試合のクロスコードゲームを行った。どう見てもまだ、アマチュアクラブであったバースとは異なり、セールは10年の間プロフェッショナリズムの恩恵に預かり、ラグビーリーグにおいて、必要とされる、絶えず続くタックルに順応するために必要な強さとフィットネスを向上させていた。また、セールは、 数多くの元リーグ選手を招集することができた。ユニオンルールの前半ではセールが41から0とリードし、リーグルールの後半はセントヘレンズの得点を3 9に抑えることで最終スコア39-41でセールが勝利した。2014年2月、事前試合として共にアージ・ベルスタジアムをホームスタジアムとするサルフォード・レッド・デビルズと セールシャークスとの間のクロスコードゲームが2014年8月26日に行われることが発表された。しかしながら、同年7月にクラブそれぞれのリーグスケジュールのため試合が延期されることが発表された。試合の予定日は、サルフォードのリーグシーズンの終わりに向かった重要な2試合の間だったのに対して、セールはまだ自身のリーグシーズン開幕前であった。ありがとうございます。